はい、ということでですね、以前からですね、いろいろご要望がありましたマウスウォッシュの検証をしていきたいと思います。で、以前やったビビクリームみたいにね、ナンバーを決めようとかじゃなくて、今買ってきたですね、松清でですね、買ってきたものを、即時レビューっていうことで実際に僕の口の中に入れてどんなもんなのかっていうのをそれぞれ試してみたいと思います。僕も普段美容師やってるんで、これ1個はね必ず持ってるんですけど、結構こう適当に買いがちというか、なんかその時お買い得品を買ったりとか、そういう感じでね、買ってたので、これが欲しいっていうのはなかったんですけども、これ化粧品と一緒で多分自分に合うやつっていうのがね必ずあると思うんですよ。なので、口に含んでみた感覚とかですね、今日はですねこれも準備してるんですよ。これみんな大好きサワークリームオニオンのポテチですね、プリングルス、これを食べてですね、今日は人質も準備しておりますので、これを食べた後に、これをやって、実際に匂うのか匂わないかっていうのを、判定してもらいつつ、どれがいいのかっていうのを検証してみたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということで、検証していきたいと思うんですけども、先にねサワークリームオニオン食おうかなと思います。うわー、これ久々に食うな。皆さんね、美肌にめちゃくちゃ気にされてる方はね、こんなもん絶対食べないと思うんですけどもね、最近ねちょこちょこバレてはいるんですけど、ツイッターとかで、僕は結構食べちゃうタイプ。おー、これね、食べたら一気に口臭くなりますからね、これをですね、じゃあね3枚一気食いしてお口をねクチュクチュした後に、刺激だったりとか、匂いっていうのを、人質さんに嗅いでいただこうかと思います。いただきます。もうやっぱこれきますね、結構ね。食べました。ということで、一発目はですね、皆さんおなじみですね、お口くちくちモンダミンイオンコートバージョンですね。洗浄成分 TPP 配合、お口をすっきり清潔に、イオンコーティング成分 TETPP 配合、汚れの付着を予防ということで、お口の汚れを取りつつ予防してくれるっていうね、めちゃくちゃでかい。これね、1300ml で577円なんて、わりかしお手頃価格なんじゃないかなと思います。これは完全家用ですね。持ち歩きは絶対できないと思います。ペパーミントの香りっていうことで、強さとかそういうのも測ってきたと思います。いただきます。意外と、中刺激ぐらいかな。ちょっとピリピリ感はあって、でも香りは爽やかだし、終わった後にスースーして気持ちいいです。この後口水でぐちぐちやんないじゃないですか。だからその後の残り味みたいなのも結構大切だと思うんですけども、残り味は爽やか、なんか喉にちょっと入ってもウエッとはなんない感じの、いい感じの爽やかさですね。ってことで、これでねプリングルスを食べた後にこれをやったので、香っていただきたいと思います。よろしくお願いします。いくよ。ということで、ミントの香りはすると、プリングルスの香りはわりかし消えているということでですね、結構優秀なんじゃないかなというふうに思います。あとね、1,2,3,4,5 個ありますので続けて検証をしていきたいと思います。同じぐらいのものでいこうかな。はい、ノンアルコールオーラ2ですね。こちらはノンアルコールタイプなのでピリピリしないということなので、ピリピリ苦手な方予測的にはいいんじゃないかなというふうに思います。これもですね、匂い吸着成分っていうのが入っていて、吸着除去しますということですね。あとは、このまた同じですね、このモンダミンと一緒でコーティングもしてくれるということです。爽やかなハーブが優しく香るナチュラルミントってことで、僕の予想ではこれよりは少し柔らかい質感なのかなというふうに思います。ということで先にプリングルスを3枚いただきたいと思います。460ml で468円なんで、これに比べたらちょっと割高なのかな。ちょっと一回、ピリピリ感を確かめるために飲んでみたいと思います。飲まない飲まない。いただきます。うんふんうんふんうんふん。あれね、
これ結構すごい。口含んでぐちぐちするじゃないですか。でこっちはわりかしね、泡が立つっていうか、口の中でねモコモコしてきたんですよ。なんですけどこっちは、すごいね、炭酸泡ではないんですけど、炭酸泡みたいな細かい泡がわわってなってる感じなので、あんまりね苦しくなんないというか、すごい繊細な口触りっていう感じでしたね。ぐちぐちしやすい。ただまあ刺激はそんなになかったので、これでね、匂いが、消えているのかどうかっていうので、またちょっとね、こちらで香っていただきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと香る最初にミントの香りはするけども、その後オニオンが香るってことでね、やっぱりマイルドな分ちょっと弱いんですかね。だから、これ結構使い分けが必要なのかもしれない。口触りとかねぐちぐちした感じは優しくすごい良かったんですけども、ちょっとね匂いの除去成分っていうのはちょっと少ないのかなという感じです。次はね、どれ行こうかな。これかな。これすごいパッケージ可愛くないですか。これ女子とかが使ってもいいなと、思いました。お口の汚れを洗浄、口臭を防ぐ口内洗浄液です。マイルドな爽快感、プロポリスエキス配合、歯に優しい天然甘味料の、キシリトール配合っていうことですね。吐き出すと褐色の塊が目で見てチェックする新感覚マウスウォッシュっていうことなので、これクチクチした後に何かがね、汚い時はもうめちゃくちゃ褐色になってるのかな。じゃあ3枚いただきます。なんかプリングルスのね味がちょっと変わってきたな。あー臭いわ。ということでわりかし女子向けなのかしらね。これマイルドな爽快感って書いてあるので、どれぐらいな感じなのかっていうのが気になるんですけども、おそらくね美味しいんじゃないかな、わりかし。あすごすご、なんかね色が茶色い。この可愛いパッケージから想像できない茶色い液体いただきます。なんだろうこれ。辛甘い感じがして好き嫌い分かれるな。これちょっとね、僕はちょっとね無理かもしんない、ごめんなさい。このパッケージはすげー可愛いんだけどな。なんか独特な甘さがありますね。新しい味すぎて、初めてドクターペッパー飲んだ時のおわーって感じでもね、後々ドクターペッパーね飲んでいくと、最初うわーって感じだったけど好きになって知ってるじゃないですか。皆さん小学生の時飲んだらこんなん絶対まずくて飲めないって言ってるけど、高校生とか大学生になったらドクターペッパー好きになってると同じように、途中からこいつもうまくなってくるかもしれないので、まあ一応ねこの後、1本使い切ろうと思うんですけども、その時にもしかしたら好きになってるかもしれない。はい、でこのね僕が今衝撃を受けた味の代償として、どれぐらいね、口臭が抜けてるのかっていうことで、まあ、甘味料含んでるからちょっとマイルドになってんのかもしんないけど、一回ちょっとね、よろしくお願いしますということで、もうねもうめっちゃ嫌な顔してる、もう臭い真顔で、いや普通に臭いって言われました。なんかミントの匂いとか何もしない臭いって言われました。ということでマイルドな分でちょっと匂い成分も少ないかもしれないということで、これは結構ねもしかしたらドクターペッパー的な要素があるかもしれないけども、好き嫌いがあるのかなと思います。ただパッケージめっちゃ可愛い、ただパッケージめっちゃ可愛いから詰め替えとかはありかもしれない、推奨はできないけど。続いてはこの2つですね。結構強系のリステリンとノニオのスパイシーってことで、リステリンはねオリジナルタイプだったので、そんなに多分強くない普通って感じだと思うんですけども、でもノニオの方はスパイシーの、長時間殺菌、ずっと口臭気にならないっていうめちゃくちゃ強いやつだったので、順番的にはこれでいってみようと思います。はい、リステリンはねなんかいろんな色ありますよね。この中で唯一ねこのゴツゴツ感のあるパッケージで、僕は結構ねこれを洗面台に置いとくの好きなんですよ。かっこいいじゃないですか。これの青とか緑とかもありますけど、僕は結構好きですね。まあ女子受けはもしかしたらしないのかもしれないですけど、なんか外資系のホテルに来た気分になりません？こういうパッケージってね。歯磨きで届かないところまで殺菌、口臭予防、強い刺激が特徴ってこれ、あ、
結構強い刺激なのかもしれない。味はビタードライっていう味なので、ビタードライってどんな味なんだろう。まあ見た目的にはジンジャーエールみたいな香りなのかなと思うんですけども、ちょっと一回ね、プリングルスを食べた後に検証してみて思います。リステリンすごい、これもそう簡単に外れない。なんか全部男って感じですね。 1000ml で846円なんで、まあまあそこそこ妥当な金額かなと思います。ってことでいただきます。痛い、めっちゃ痛い、涙出てきたんですけど。え、痛っ、マジか。これ相当強いっすわ。オリジナルだから結構そんな強くないのかなと思ったんですけど、これ強いやつでした。めちゃくちゃ強い。だから半分いったら僕はちょっと耐えられなかったですね。もうなんか今びっくりして唾液とかめっちゃ出てるもん。痛え。逆にこれでね、サワークニムオニオンがいなくなっていなかったらショック。ということでお願いします。自信があります。来ます。いいでしょ、病院の匂いする。じゃあサワークリームオニオンは、うおー、来たー、来ました、ありがとうございます。ありがとうございます。病院の匂いがするっていうことなんですけど、サワークリームオニオンの匂いは一切消えたっていうことでですね、すごいね、やっぱこれすごいわ、リステリンすごい。ということで、これまあ今のところ多分一番強かったんですけども、これノニオね、最近出た結構スタイリッシュな一番新しいんじゃないかな。こちらはですね、 600ml で562円ですね。はい、最近よく見ますよね、このパッケージで。これはノニオの中で一番強いやつですね。スパイシーミントっていうことで、長時間殺菌、ずっと口臭気にならないっていうことで、一番強いかなと思いました。朝お出かけの前、人と会う前、会議やプレゼンの前に、やりましょうっていうタイプです。果たして、このね、リステリンに勝てるんでしょうかっていうことで、ちょっと口にね、またサワークリームさんを含んでやっていきたいと思います。これリステリンの後食べるのやだな。はい、ということで行ってみたいと思います。ノニオマウスウォッシュですね、これとどれくらい違うのかっていうところでね、検証していきたいと思います。いただきます。あ、これいいかもしんないですね。程よく強いんですけど、香りもね、まあ、スパイシーミントって感じの味するんですけど、まあ、これよりははるかに痛くないし、下手したらこの最初のモンダミン、結構強めだったモンダミンより、強さはね、ピリピリ感は少ないですね。なんでマイルドの中に消臭してくれるのかなって感じがあるんですけど、果たしてこれで消えてるかっていう話なんですよね。これで口臭がわりかし消えていたら、逆にこれナンバーワンになる可能性がありますね。ちょっとナンバーワンになる可能性ありますので、ちょっと呼んでみたいと思います。よろしくお願いします。お疲れ様でした。最後になります。いきます。え、ダメダメダメ、あ、じゃあモンダミンと一緒だ。最初ミントだったけど、こっちの方が良かった。何が良かった？あー、これはね、そんなミントじゃないからね。お疲れ様でした。結構ね、モンダミンの方がミント感があって、匂いは消えてたってことですね。こっちはね、スパイシーミントだったので、僕的にはね、今の口の中の感じはすごいいいんですけど、意外とプリングルスは残ってるみたいな感じでしたね。なのでこれナンバーワン決めづらいですけども、ニンニク系食べてどうしようもないって時はリステリン一択ですね。はい、ただめっちゃ痛いんで、めっちゃ痛いから注意して使ってください。その次はね、僕個人的には含んでる感じ良かったんですけども、意外とですね、モンダミンの方がミント感があってね、ミントで消せてる感があったってことで、総合のバランスが良かったのはこのモンダミンですね。
はい、ということでね、まあ、まだまだ市場にはですね、いろいろマウスウォッシュありますけども、とりあえずはね、僕はここの、全てを使い終わるまでですね、次買えないのかなと思うので、とりあえずですね、ここら辺を使っていきたいと思います。マウスウォッシュね、やっぱいろいろありましたね。適当に僕今まで選んでましたけども、好き嫌いだったりとか合う合わないだったりとか、その時の場面によって、合うものっていうのは変わるので、皆さんぜひですね、今回参考になるか分かんないですけども、参考にしていただいて、皆さんこれ全部マツキヨで買えるものですので、 Amazon のリンクも下に貼っておきますので、マウスウォッシュで口をね清潔に、虫歯の予防っていうところもですね、男の身だしなみとしてやってみましょうということです。はい、ということで僕のチャンネルでは大人たちの身だしなみということで、メンズヘア、メンズファッション、スキンケア、メンズメイク、コミュニケーションっていう部分で、チャンネルを運営しております。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタン押していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。こういう情報をですね、また週1、2回、発信していきたいと思いますので、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。